皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室業10年以上、固定生徒数50名以上の先生が、月商100万円を稼ぐのはそんなに難しくない理由とは、についてお話をしていきたいと思います。なかなかに具体的な数字がめっちゃ入ってるテーマなんですけれども、はい、こちらは、それができる理由っていうのは根拠があります。そして月商50とか、月商100っていう、一応分かりやすい目安なので、お伝えするんですけど、この言葉のからくりっていうのも合わせてちょっとお伝えしたいなって思っています。そのからくりっていうのが、私が自分自身の月商がどうのこうのとか、生徒さんの月商がっていうのはあまりこう声高々に言わない理由と連動している内容でもあります。はい、じゃあ今日のね、内容をお伝えしていきたいと思います。まずですね、大体こう教室の先生と集客のお話をするとですね、当然経営のお話になっていきます。で、経営のお話になってた時に、やっぱ分かりやすい指標としては、月商いくら稼ぎたいですかっていうのは分かりやすい指標になるので、一応お話はします。で、結構この月商っていう言葉はすごいからくりがあってですね、その方がどういう意図を持って私それができてますって言うか言わないかっていうところも、いろいろあるんですよ。例えば一番分かりやすいお話がですね、さっき言った、例えば、教室業10年以上、固定生徒数が50名以上いるようなタイプの先生っていうのは、そもそも技術の蓄積があるんですよね。で、50名以上の生徒さんを抱えているということは、その何ですかね、実績とか内容とかっていうのも当然できている方なんですよ。そうすると、例えばなんですけど、メルマガ読者であったりとか、その他いろいろなこう LINE の登録者とか、そういった方も固定が50人いるってことは、だいたいそういうこう余剰人員というかですね、もしかして通いたいかもっていうことで先生のことをウォッチングしている方っていうのが、だいたい倍から3倍4倍ぐらいいたりするケースが多いです。だから50名とかいれば、200名から300名ぐらいは予備軍がいる可能性があるんですよ。そうすると、例えばですね、そういった先生が、コースレッスンを持ってる方とかいらっしゃったりとかね、するんですけれども、コースレッスンを仮に持ってなかったとしても、例えば8000円とかのレッスンを持ってたとするじゃないですか。で、8000円のレッスンを持ってて、50名っていうことが見えた時に、すでに40万円っていうのがある程度固定的に見えるわけですよね。1万円だったら50万円なんですけど、そうすると月商50万っていうのは実はそんなに難しくないっていうことになりますよね。そういうふうに回ってる先生だったら。で、そこに加えて、例えば少しこうプロモーション的な10万円ぐらいの商品というかサービスというか、コースとかを作った場合ですね、あと残り50万とかなわけですよ。そうすると5人いればいいんですね、その月に買ってくれる人がいれば。そうすると月商一応100万っていうのはできてしまうっていうことなので、ある程度地場っていうか基礎があって、そもそも生徒さんが回っていて、レギュラーで動いてるベースの数字があって、その方がさらにプラスで、10万レベルで、そうなので20万円ぐらいの商品作れれば3人いればいいわけですよね。それで、月商100万っていうのは、だからそんなに難しくはないです、実際は。で、ここで問題になるのが、その月商100万の、捉え方っていうかね、考え方なんですけれども、瞬発的な月商100万っていうのは素晴らしいんだけれども、あんまりこうビジネス的な長期的な視点からすると、あんまりこうすごいことではないっていうことだと思ってるんですよ。平均だったら
すごいなっていう感じします。平均月商100万だったら12ヶ月だから1200万なんで、1000万超えが普通にできる状態になってるので、基本的にはこう凸凹がある形でのビジネスの組み方っていうのは私はあまり推奨していなくて、だから受動集客っていう言葉を言ってるんですけれども、売上の構成比を何層かに組んでいくっていうのがいいなと思っているんですね。例えば、その月額会員制とか、オンラインサロンでも構わないんですけども、いわゆるサブスクリプションと呼ばれる固定的に人がいきなりいなくならないような仕組みが売上構成比の5割から7割持ってるとすごくいい感じです。だから同じ100万の内訳でも、瞬発的に頑張って100万っていうのはそれはそれで素晴らしいんだけれども、長期的に見るとあんまりすごくなくって、例えば20万円の商品を5人に売って100万っていうのは、瞬発的な話なんですけど、それよりも1万円の商品を70人が毎月買うような契約になってるっていうことの方がどっちかというとすごいっていう感じです。そうすると30万円だけ頑張ればいいわけですからね。なのでよくお話を伺ってたのが、なんていうんですかね、見栄えがいいじゃないですか、月商100万っていう言葉って。だからそれが瞬発的にいった瞬間をもってして、私そういう教室ですっていうのは構わないんですけれども、その翌月にゼロになって、翌月もゼロになってっていうお話も伺ったりすることがあります。だから平均的にずっと稼ぎ続ける力があるというのは、やっぱりそのベースになる月額の金額をちゃんと作れてるかどうか、これ結構時間かかるんですよ、月額会員制って作るのに。なのでそれを地道に作ることプラス瞬発的な売り上げが入ってくるっていう構成比ができていることに価値があると思っているので、瞬発的なものはね、割と難しくないです。で私もこうあまり外向きに月商がっていう、ね、お話をしないのは、瞬発的なものを鳴らした時に平均でいけてるような状態が常に作れてるっていう状態がいいなと思ってるので、そこにはそんなに重きを置いてなくて、例えばプロモーションね、組んで、以前で言うと高額系の商品とかいうと60万とか70万の商品持ってたんですけど、分かりやすいので、50万っていう商品にしましょう。でその50万の商品をプロモーションかけて、12人とか13人とか売ることができたら、例えば50万の商品を12人に売ったら600万なんですよ。それがある特定の月にバーンと入ってくると、それを月商600万って言っていいのかっていう話なんですよね。私は別にその、50万の商品っていうのは基本、例えば6ヶ月とかのコースでお預かりしてる金額になるので、割る6になると100万っていうことになるので、瞬発的な金額っていう表示の仕方をすると、月商1000万とかいうのだって別に言うことができちゃうんですよね、一瞬入る金額だったら。それっていうのはビジネス的な長期的な視点から考えるとあんまり意味がないと思ってるので、そこをことさら強調して、すごいっていう形ではあんまり私は自分のことも言わないし、私のクライアントさんのことも言わないです。ただ平均月商が例えば50万とかできていると、12ヶ月だと600万だし、平均月商が80万ができていると12ヶ月で1000万っていう形になりますよね。そこは一つの指標として分かりやすいし、一般的に自宅教室業、個人事業主として、1000万だとちょっと消費税、納税業者になっちゃうんで、ちょっとここまた工夫がいるんですけれども、そこの話はね、さておき、その目指すべき金額としては悪くはないのかなっていうふうに思うので、どちらかっていうと中身ですね。だから構成比です。固い形で作れてる100万なのか、瞬発的に作ってる100万なのかによっては、その後の落差加減が全然違うし、年々積み上げていく時の落差加減が全然違うので、時間がかかっても固い形で仕組みを作っていく方を私はどちらかっていうと推奨しているタイプです。だからよくね、
そういったこう体質をね変えたいみたいな形で、年季が入っている先生は、まあ、言葉変なんですけど、その先生の持ってる技術ってもうすでに素晴らしいんですよ。で、じゃあ私が何をするかっていうと、その方の持ってる技術を、それの正当な価格で欲しいというふうに思ってる人とのマッチングを見つけるところのコンセプトを作りですね、それが市場の中でまだそんなにやってる人がいないと高値で売れるし、やってる人が多ければそこまで高値では売れないっていう、市場との相対評価になってくるので、そこを見つけてあげて、まあ得意なこととして分かりやすく外向きに打ち出す、まあ、これがホームページ作りとコンセプトのところに結びついていくんですけれども、そうするのはそこまで難しくないというイメージです。あとは先生によっては、その月商という言葉の中に物販が入っている先生もいるんですけど、物販って利益高が低いので、教室業は本来はですね、利益って粗利でだいたい7割から8割残るのが本来健全な経営なんですよ。でもだいたい皆さんの伺って平均値が粗利50%っていうのが割と普通の平均値になってます。なので、手取りが25とか欲しからやっぱり50っていうのが一つになってくるし、手取りで20欲しかったら40っていうのが、まあまあ割と今のとこ普通っぽい感じです。で、ここに物販が入ってくると一瞬売上高が上がってるような気がするんですけれども、3割とかしか利益が残らないとか、2割とかしか残らない、場合によっては1割しか利益が残らないようなタイプの物販をやってる人に関しては利益がものすごく低いんですよね。だからその人が月商って言ってもあんまりこうインパクトとしてこう利益が出ている、自分が楽になっている感覚があまりないので、ことさら月商にこだわりすぎるのはどうなのかなっていうのが私の個人的な見解です。なので中身、実利がある方がいいと思っているので、例えば年間計画とか拝見させていただいた時に、物販が多い方って一見儲かってる風に見えるんですよ。年商で言うと。だけど、体はきついし、手元に残らないっていうのは、やっぱ粗利が低いからです、もともと。であれば、やはり優先順位をつけてですね、物販も悪くないです。ただ、物販は、ボリュームをやらないと、あんまりこう儲かってる感じがしないんですよね。私も物販の勉強を10年やってる中で結構やってきてるんですけど、なかなか自分の体質に合う物販が見つけられなくてですね、本気で物販やろうとすると結構地味な作業の繰り返しなんですよ。マーケティングって呼ばれる部分のテストももちろんそうだし、広告運用とか、あとは商品選定ですね。売れる商品を探してくる目利きの目がないとそもそも売れない、下手すると在庫抱えちゃうみたいな感じになるので、最初のハードルが高いです。で、そこがうまく回るようになると、今度自分の体と時間の切り売りではなくなるので、教師の先生もコンサル業も時間の切り売りっていうことに対しては変わらないです、基本的には。でも物販は仕入れさえうまくいくんだったら天井がないんですよね、売上の天井が。だから億でも2億でも3億でも狙えます、ちゃんと仕組みを作れば。で、その中の粗利が10%とか20%でも何ら問題ないですよ。でもそれを育てていくのはなかなか大変で、大概教室の先生そんな何千万とか扱うような仕事は大概やらないです。せいぜい100万とか200万やって300万なのかな。もしかして人によっては1000万とかやるのかもしれないけど。でも、それでも10パーとか20パーしか残らなかったら100万とか200万ですよね。であれば、そのうまく教室業の方の、そうですね、なるべく経費がかからなくって売り上げが上がるようなタイプ、動画販売とか、自分の体を使わなくって売れる仕組み作りの方を頑張って月商を立てていく方が、中身の経営の中身がいい感じっていう雰囲気なんですね。だから私が中身を、まあ、見ていてこだわるのが、売上高、月商よりも利益高っていうか粗利高の方ですね。
で、それによってかけてる時間が、どれぐらいその人が時間かけてるのかっていうことと、まあその中身ですよね。で、とはいえですよ、5000円とかを50人やるよりは、20万とか30万の商品を数人に売ることができるのは、もちろん体的には楽です。商品を作るだけの技量を持ってる先生だったら。なので、そのバランスですよね。高額商品ばっかり売るような仕組みで回すっていうふうに作ってしまうと、高額商品を売れなかった時ゼロになるんですよ。で、以前お話をいただいて、ご相談いただいた方は、100万を1回売りました、次の月も次の月も次の月もその高額のものが売れなかったので、ゼロゼロゼロっていう、結局3ヶ月で割ると30万だったみたいな感じになってしまうので、高額商品を少ない方に売るっていうのは悪くはないんですけど、長い目で見た時にですね、LTV と呼ばれるライフタイムバリューっていう言葉がありますけれども、一人の人がどれだけ長く商品買ってくれるか、そしてその一人の人、長く買ってくれる人がたくさんいる方が商売って安定するんですよね。だから組み合わせの方がいいんですよ。定額商品を長く買ってくれる人100人とかがいて、高額商品、中額商品をたまに買ってくれる人が30人ぐらいいて、超高額商品をたまに買ってくれる人が5人とか6人とかっていう3段階の層に分けた形で、もともとビジネスを販売していく仕組みを組んでいると、一番低層のところの人って地味に侮れなくって、そこって逆に金額が安いだけに、なかなかそのやめないというか、普通に払ってくれる方たちがいっぱいいるので、リスクヘッジができるんですよね。だから例えばキングコングの西野さんとかはオンラインサロン1000円、今900いくらになったのかな、ですけど7万人とかいると毎月7000万とか入ってくるんですよ。もちろん7万人っていうのは普通の人が保てるようなオンラインサロンの運営じゃないです。彼だからできてることなんですけど、そういう定額多倍っていう仕組みプラス、中額中人数ちょっと少なめの人数と、高額少なめ人数っていう、この3つをどういうふうに売上構成比で組んでいけるかなっていうのを考えた上で、月商100万っていうのを組むと、割と安定的に運営ができていきます。ですから、あまりアップダウンが激しすぎると、ご自身でも今月はいいけど来月はどうなんだとかが読めないとか、そもそも月商100万っていうのが1ヶ月の売り上げじゃないですからね。そもそも大抵3ヶ月か6ヶ月でしょ。3ヶ月100万っていう商品もなかなかなもんですけどね。だからどうせその月に本来はサービスの出来高を割っていくっていうのが本来の考え方になるので、それを分かった上で、それを運営どう運営してるのかっていう、だから数字に踊らされないっていうことですね。中身はどうなんだっていうのをちゃんと検証した方がいいですよというお話です。はい、そうしましたら今日のまとめです。教室業10年以上を、固定生徒数50名以上の先生が月商100万を稼ぐのはそんなに難しくない理由とは、ということなんですけど、生徒さんが多くいると高額商品が売れる確率が高いということと、一瞬そのとある月に、売上を集中させるのもそんなに難しくないというのが理由になります。ですから、それを逆に私は、中身ですね、経営の状態をしっかり見て、3層で売上高を構成していくっていうことの方が、健全な経営かなというふうに思っているので、そちらをお勧めしたいなと思い、今日はそんなお話をしてみました。ご自身のね、中身、そもそもそういう高額商品をね、作るの難しいよっていう方は、まずターゲティング、ペルソナ設定、あとはコンセプト設計、ここがしっかりした状態を作って、売れる商品をそもそも作らないとできないっていう感じになるので、ご自身が今どこの段階にいて何をするべきなのかっていうのをちょっと考えてみていただけるといいかなというふうに思います。はい、それでは。